豊橋駅からおはようございます。うぷ主です。今回はこれから普通列車に乗り東へと向かいます。こちらが今回の乗車電ですが、これに乗ると東海管内の終着である熱海まで行くようですね。これは便利だ。この時はまだ知らなかった。この後地獄を見るとは。ちょくちょく出てくる予言するおじさん、マジで誰なの。気持ち悪。車両は 211系 ですね。つまりロングシートか。まあ静岡ではこれが普通だしね。それでは乗っていきましょう。そして豊橋を発車。これから約3時間半このロングシートに揺られます。お、厚み線の電車と並走してる。まあでもこっちは天下の JR なので勝ちますよね。さあ始まりました。令和グランプリ普通列車の211系か私鉄の1800系どちらが勝つのでしょう。1800系の方がスタートはいいですね。このままゴールしてしまうのか。結果1800系の勝利。今回も試合どうでしたでしょうか。うぷ主さん、いや喋らせろよ。一度も喋れんかったぞ。え、聞き間違いだよね。まさか3時間半も走るのにトイレないとかそんなわけ。よし、試しにトイレ行こ。ちょうど行きたかったし。数分後。あれ、おかしいぞ。トイレがどこにもない。あ、もしかしてここがトイレ。あー、終わった。いや、でもどこかにトイレはある。これは悪い夢だ。うわー、よく寝た。ここは浜松か。よし、トイレ行くか。あれ、どこにもない。さっきのは夢じゃなかったのか。あー、地獄とはまさにこのこと。この列車は熱海までロングランするのにもかかわらずトイレがありません。どれくらいの辛さかというと、米原から姫路までの新快速でトイレ禁止と言われるくらいの辛さです。あ、演説だ。そして列車は天竜川を通過中だからなんだって話なんですけどね。そして列車は御厨を発車。この駅は開業して間もなく2年経ちます。高輪ゲートウェイとかいうダサい駅名と同じ日に開業したとか。この地獄なトイレなし列車、実はあと数年で見れなくなります。これから新型の315系や、名古屋地区からの313系の転属により、この211系は置き換えられます。そして列車は静岡に到着。ここでは10分ほど停車するようです。これからどこかに行くかはお察しください。お、313系が切り離されてる。頼むからこの313系を後ろに連結してくれ。まだ1時間半かかるんだよ。そして列車は静岡を発車。ここで貨物列車に向かされたようです。あと1時間半か。その後清水を発車。清水は某アニメで有名ですよね。静岡っていろいろアニメの聖地が多い気がする。特急列車の名前にもなってる富士川に到着。そろそろ373系に乗りたい。富士山や手ぶらで行けば金になる。そして列車は富士に到着。ここでは某アニメで出る身延線へ乗り換えができます。熱海まであと30分か。あ、学南電車だ。この日はなんかで運賃が無料だったようです。知らんけど。そして沼津を発車。ここでは御殿場線が出てます。この御殿場線は旧東海道本線だったとか。しかし今は閑散としています。すぐに三島に到着しましたが、うわぁ。このアニメ懐かしい。昔深夜に見てたぞ、2期だけど。そういえばこのアニメの聖地、この辺りだったな。どういうストーリーだっけ。確かな夏のボールを集めて。そして列車は、とうとう最後の途中、停車駅の関内に到着。あと少しだー。とうとう旦那トンネルに突入。この長いトンネルを抜けたら熱海だー。長いトンネルを抜け、熱海に到着。うおー、にごなな。0番台は一度見たことあるけど、2000番台を見るのは初めてだ。武田騎士もいいけど、この青いカラーの方が好き。少しこの列車の到着が早ければ、2000番台取れたのに。ちなみに、この後ろには修善寺踊り子も停車してるので、すぐ取りに行きます。さあ、熱海に到着しました。2500番台もいいね。この2500番台はこれから東海管内に入り修善寺まで行きます。ちなみに2500番台は試運転の時に静岡まで乗り入れた実績があります。静岡まで来るなら名古屋まで来てほしかった。それではこの列車を見送ったら、この動画を締めさせていただきます。